皆さん、こんにちは。トレキングのお時間です。今回は、ヒョウとピューマが1対1で戦った場合を想定して、どちらが強いのかを見ていきたいと思います。結果は想像でしかありませんので、了承した上で視聴をお願いします。それでは、早速見ていきましょう。まずヒョウですが、アフリカ大陸からアラビア半島、東南アジア、ロシア極東にかけて分布していて、食肉目、猫科、ヒョウ属に分類されている動物で、地域によっていくつかの亜種が存在しています。亜種の中で最も大きい種はペルシャヒョウになります。体長はオスが150cm から190cm で、オナガは95cm から110cm。体重は 70kg から 100kg ほどになります。寿命は野生で12年から17年で、飼育下では21年から23年ほどになるようです。体色は黄色や褐色で、腹部は白くなっていて、体の側面や背中には梅花状の黒い斑紋があり、頭部や腹部には黒い斑点があります。また、寒い地方に生息しているものは毛が長く、暑い地方のものは毛が短く荒くなっているようです。そして、前足には5本、後ろ足には4本の指があり、自由に出し入れできる鍵爪を持っています。ヒョウは夜行性で、暑い時間帯は樹上や藪の中、岩の隙間などで休んでいます。昼間でも涼しければ活動しているようですが、通常は夕方から夜間に活動することが多いです。基本的には単独で行動しています。ヒョウは肉食で、鹿やガゼルやインパラのほか、小型哺乳類や鳥類、爬虫類なども獲物としています。また、ヒョウは力が強く、体重 900kg ほどのエランドも倒すことで知られていて、自分の体重の10倍の大きさの獲物を仕留めることができると言われています。そして、仕留めた獲物は樹上に引き上げたり、木の葉などで隠すといった習性があり、一度で食べきれなくても、戻ってきて食べるそうです。行動範囲は、オスで平均30平方キロメートルから80平方キロメートルで、メスが15平方キロメートルほどですが、環境や季節、食料事情などで変化するようです。ヒョウは木登りや泳ぎがうまいですが、時速60キロメートルという速さで走ることができるほか、跳躍力も優れており、幅にして6メートルほど飛ぶことができ、2.5 メートルほどの高さまでジャンプすることもできるというので、身体能力も非常に優れています。次にピューマですが、北アメリカから南アメリカにかけて分布していて、食肉目、猫科、ピューマ属に分類されている動物になります。猫科の中でもトラやヒョウなどとは違い、ベンガルヤマネコやオオヤマネコなどと同じ仲間に属していて、ヤマネコの中では最大の動物になります。別名で、クーガーやアメリカライオン、マウンテンライオンなどとも呼ばれています。体長は、オスが 110cm から 180cm で、オナガは 65cm から 95cm。体重は 65kg から 100kg ほどで、メスの体長は 85cm から 150cm で、オナガは 53cm から 80cm。体重は 29kg から 64kg ほどになります。寿命は野生で10年から12年で、飼育下では20年ほどになるようです。体毛は灰色や黄褐色で、耳の裏と尾の先が黒く、腹部は白っぽくなっています。幼獣のうちは全身に黒い斑点があり、尾には黒い輪がありますが、これらは成長とともに消えていきます。また、前足に対して後ろ足が大きいです。ピューマの生息環境は、森林や湿地、半砂漠地帯や標高3900メートルほどの高地など、様々な環境に適応しています。ピューマは基本単独で行動しますが、人がいる地域では夜行性で、そうではない地域では昼間でも活動しているようです。
行動範囲は生息環境や食料事情で変化しますが、半径 9km にもなる広い縄張りを持ち、その縄張りを狩りをしながら回っています。獲物はリスやウサギのような小型哺乳類や鳥類や爬虫類のほか、時には鹿などの大型哺乳類なども捕食します。ピューマは木登りがうまく好んではいないようですが、泳ぎも得意なほか、跳躍力も優れていて、高さ4メートル、幅12メートルも跳躍したという記録があるようです。また、聴覚や嗅覚も優れていて、遠くの獲物を察知することができます。両者を比較すると、体格差はそれほどありませんね。ただ、跳躍力はピューマの方が優れていますね。続いて強さを見ていきたいと思います。ヒョウは身体能力が高い上に、体つきががっしりとしていて、自分と同等の獲物を加えたまま木を登れるほど力が強いです。そして鋭く尖った牙と爪を持っていて、樹上に獲物を運べることから見ても強いことがわかる強力な顎があるので、攻撃力も申し分ないでしょう。ヒョウの狩りは基本的に待ち伏せスタイルの奇襲型ですが、樹上などに潜み、獲物が通りかかったところを一気に襲い、急所に噛みついて仕留めてしまいます。また自分の何倍も大きい獲物も仕留められるというので、非常に強いことがわかりますね。そしてピューマですが、こちらも鋭い牙と爪があり、運動能力が高く瞬発力が優れていて、垂直に4メートルジャンプできる跳躍力もあります。これらを生かして平原などで獲物を見つけると、背後に回り込み一気に襲いかかって、喉などに噛みついて仕留めてしまいます。こちらも非常に強いことがわかりますね。どちらも奇襲型の狩りをしていますが、狩りをする場所が異なっていますね。そのため身体能力もそれぞれ優れている部分が違っていますね。この両者が1対1で戦った場合を想定していきたいと思います。成獣の同じサイズで平原での対決で考えていきます。ヒョウは普段樹上から獲物に襲いかかる狩りをしていると考えると、平原などで狩りをしているピューマに瞬発力などが劣っていると思うので、平原での対決ではヒョウは一歩遅れを取り、ピューマに先手を取られてしまうのではないかと思います。そこでヒョウは致命的なダメージを負ってしまう可能性もあるので、平原ではピューマの方が強いのではないでしょうか。ですが森林での対決で考えると、ヒョウは自分と同等の獲物を加えたまま樹上に運ぶことができるので、凄まじいパワーがあるのがわかりますが、それと同時に顎の力も非常に強いと考えられるため、森林での対決ではヒョウの方が素早く動くことができ、先に攻撃することができると思うので、ヒョウが勝つのではないかと想像します。結論としてはどちらも似ている部分があり、ほぼ互角ではありますが、平原では瞬発力や跳躍力が優れているピューマの方が強く、森林では木をうまく使って攻撃を仕掛けると考えられる、ヒョウの方が強いという結果になりました。今回の動画はいかがだったでしょうか。結果は私個人の考えでつけていますので、別の意見などありましたらぜひコメントしていってください。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは次回のトレキングでお会いしましょう。